メリオダス、まだ悩んでいるの？この子の名前。よし、これに決めた。トリスタン。トリスタン、どうかあなたに素敵な未来が訪れますように。さてさてさて、どんな未来が待ってるのかな。僕は国を揺るがす悪の計画を知ってしまったのだ。そのせいで追われているのです。トリスタン様、悪の手先ってお城の兵士じゃねえかよ。みんな落ち着いてよーく聞くのです。あの伝説の逆賊、7つの大罪が集まるらしい。なんといっても相手はあの手配書の大悪党ならば、僕は王子として奴らを捕らえる義務があるのだ。帰ろうぜ。じゃあね、トリスタン。こうなったら僕一人でも捕まえてやる。こら、どこまで遊びに出かけてたの？ママ上、みんなで探したんだから。え？みんなで探してたって大罪人たちが僕のことを？大罪人ってもちろんそうよ。まさか。トリスタン、ずいぶん探し回ったぞ。出たな、7つの大罪。子供ながらにこの投球はすごいな。相変わらず元気のいいガキだな。僕は知ってるんです。パパ上たちが王国から追われる大罪人だということをヘンディさんやハウザーさんにも裏は取りました。もう言い逃れはできませんよ。そうかそうか。だが知られちまった以上生かしておくわけにはいかねえな。パパ上は本当に大悪党だったんだ。パパ上なんかこの聖騎士トリスタンが成敗してくれます。変な親子。団長らしいな。このリオネスを大罪人の好き勝手にはさせません。あれ、ほれほれほれ、歩け歩け、外に出ろ。トリスタン、夜の散歩だ。はい。おじちゃん、おめでとうございます。どうもどうもどうも。今日はあなたの10歳のお誕生日でしょ。でもママ上、パパ上は大悪党の親玉だって。あれを見りゃわかんだろ。僕は騙されませんよ。だって身長も僕とあまり変わらないし、ママ上のおっぱい大好きだし。僕はもうとっくに卒業したのに。本気で自分の父親を大悪党と信じ込めたもんだ。二人ともお昼よ。ああ、それにしてもお前は一体どんな大人になっていくことやら。でもどうせ僕は王様にならなくちゃいけないんでしょ。別に他のものになりたきゃそれでいいさ。本当？それなら僕もう決まってるよ。7つの大罪。